はい、こんにちは。即解塾の久保です。ネットビジネスが怪しいと思いの皆様。じゃあ、怪しくないものは何なのかちょっと考えてみましょう。日本政府、どうでしょうか怪しくないですか信頼置けますか全幅の信頼を置いてますかそれから、仲の良かった友人、どうですかねまあ、あの、仲良しだと思いますけども、じゃあ、その友人が飛び込めって言ったら飛び込むかって言うと、やっぱりそうとは限らないと思うんですよね。 それからね、うまい話があったら、本当かなって疑うでしょ。まあ、その考えはすごくね、まっとうだと思います。あの、自分に一方的に、メリットだけがある話ってなくって、まあ、これ、私が言うまでもないんですけども、メリットの分だけデメリットも大きいんですよね。だから、小さいチャンスには、小さいリスクが潜んでると思います。どんなことでもです。自動車を運転してもね、事故に遭うリスクってあるでしょ。 出先で車が故障して動けなくなるリスクもあると思うんですよ。急にパンクするかもしれませんし、何らかの原因不明のトラブルに巻き込まれるかもしれません。だから保険に入ったり、JAF と契約したりっていうリスクヘッジをするんですよね。こんなね、自動車ってものですら私たちはリスクをきちんと考えて、そこに対して保険代を払ってね、リスクヘッジしてるわけですよ。だから人生そのものが そういったところに出てるんじゃないですか。これだけはリスクヘッジしなくても大丈夫ですよってものはないと思うんですよ。健康になるために健康に対するリ,クリスクヘッジもすると思いますし、お金をね、増やそうと思っても、自分が働いて稼ぐ時間に限界がある、もしくは体調を壊したらその分だけ時給が、月給が入んなくなるってことを考えたら、やっぱりこう勝手に増えるようなものにも興味を持つと思うんですよ。例えば投資とかね。 不動産とか株ってのがあるででしょで今日はね何をお話ししたいかっていうと、ネットでお金を稼ぐっていうのは、50代を過ぎたら必須にするべきです、当たり前のようにインターネットからお金をコンスタントに取り出せるようにしなければ、この先、暗い人生待ってますよ。じゃあ、どのぐらいの金額、コンスタントに取り出せばいいんでしょうかってことですけども、別に、家げ中100万とかっていうね、言葉に踊らされなくてもいいんですよ。 月間で3000円とか5000円でもいいんで、毎月何らかのインターネットの収入があるように作ってみてくださいってことなんですよ。3000円とか5000円ですよ。これを狙うのですら怪しいですか詐欺っぽいですかねえ。だとしたら、まあ、時給なり月給で働くところを探してもいいんじゃないですかちなみに最近ね、近畿ホームかなんかっていう、その賃貸物件を案内している 私もお世話になったことがある不動産会社が、潰れたらしいんですよ、これ、関西の会社だったと思うんですけども、確か近畿ホームだったと思うんですけどね、まさか潰れると思わないけども、でも、潰れないわけないですよね、単なる中小企業ですから、ですから、あなたの勤めてる会社や取引先も、当たり前のように潰れるリスクは毎日あるんですよ、ただ経営者が、うちの会社、潰れそうだねって言ったら、社員が不安になるんで、言わないだけです。 で、どの会社が潰れそうなのかは分かりません。分からないけども、毎日どっかの会社や、ラーメン屋さんとか、唐揚げ屋さんとか、カレー屋さん潰れてますよ、当たり前に。全く一社も潰れない日って、多分私たちが生きてる中でないです、一日たりとも。毎日どっかが潰れてます。それは想像できるでしょうじゃあ自分の会社だけがどうして潰れないと思えるのかってことになります。さあ、そんな中で、ネットビジネス、 やって絶対うまくとは言いませんけども失敗しても金銭でリスクはありません例えばポイントサイトねポイントサイト一生懸命なんかねクレジットカードだとかなんかの,あの資料請求とかやるじゃないですかそれお金が入んだか,らだからといってなんか重大なリスク抱えますかね借金が1000万できますかねできないと思うんですよですので私ね今回ね、まあ、ある方とのメールのやり取りを プライバシーに配慮しながら、この動画で変身させていただこうと思います。まあ、ここまでだいぶ前置きをしましたけども、ポイントサイトね。今朝私ライブ放送で、ポイントサイトでね、せめて30万円年間で稼げなければ何にも始まんないやと。ね。そもそもネットビジネスに興味を持って、ネットビジネスで100万、200万稼ぎたい、1億、2億稼ぎたいって言ってる人がね、 年間30万円の、しかも、一番簡単なポイントサイトの攻略すらできなくって、一体、どこに向かうんですかって思いませんかでも、ポイントサイトをやったら、もう案件がなくなってくんですっていう人いるんですよ。なくならないですよ。ポイントサイト多分、日本一やり込んでる私が言いますけども、未だにあります。私も今でもやってます。多分、一週間以内に2万円とかまた確定します。ね。 もう常にやってますよ、私も。もう10年以上やってますよ。でも案件がね、切れないんですよ。さらに、ポイントサイトは私、モッピーっていうのをメインにやってますけど、それ以外もやってますからね。モッピーもやってるし、a 8ネットもやってるし、アフィレート B、バリューコマース、ね、こういうところもやってます、当然。さらには、スマホアプリで、みんなの銀行っていうね、銀行系アプリで、そのアプリを紹介したら、500円とか1000円とかね、 それから、第一生命ネオバンク。これを紹介したら1500円とかね。なんと、ポイントサイトだけじゃなくて、銀行系アプリ。大手銀行が運営しているアプリですら、そういう案件があるんですよ。そう考えたらね、どんなに控えめにやっても30万じゃ収まらないですよ。すいませんけど100万切りません <laughs>。ですよ。私はまあ、プロなんで余計そうなんですけどもね。だったら、 自分が30万も稼げないと思ってるんだったら、当たり前に30万稼いでる人に学んでいけば、その情報の格差埋まると思いませんかそれが今日の最初のメッセージになりますね。それじゃあね、いただいた某人、ある方とのメールのやり取りをプライベートに配慮しながら進めていこうと思います、えー。まずね、今朝私がね、三井住友カードのビジネスオーナーズ、こちらのカードのポイント、 サイトを紹介しましまたこれ1万5千円もらえた上にアンドロイド端末ももらえるんですよ。でとりあえず申し込みをしたみたいなんで、まあ、ポイントが確定するのを楽しみに待っていただきたいと思いますね。でこれに関連して自己アフィレートなどのポイントサイトで年間30万円をね頑張ってくださいっていうメッセージをお伝えしました。あの年間30万ぐらいいプラスでで稼ぎたいでしょってことはポイントサイトでその年間30万を攻略してもいいわけじゃないですか。 何も最初からいきなりね、難しいコンテンツビジネス始めることはないんですよ、もちろん興味を持って当たりをつけるのはいいと思いますけどもね、うん、だからサイトは、最初はポイントサイトですよ、だからポイントサイトって集客がいらないじゃないですか、ほとんどの方は集客に失敗するんだから、集客しなくてもいい稼ぎ方からまずはしっかりと埋めていけばいいんじゃないですか、そしたら例えばね、ポイントサイトで1年間で30万稼ぎましたっていう実績ができたら、その実績が集客になりますよ。 だって30万目指す人少ないんだもん、驚いたほど。こんなに簡単に稼げるのに、30万を目指さないんですよ。ってことは、30万稼げてない人が、30万稼げた人から見ると、全員お客さんになるわけでしょ。はい、次はコンテンツビジネスの話ですね。あのー、ネットビジネスの,あのやっぱりこう王道は、コンテンツビジネスです。私もコンテンツをいっぱい買ってます、電子コンテンツね。例えば昨年は キックボクシング、格闘技のコンテンツビジネスのお客さんでした、私は1年間。お金ずっと払ってました。でも、おかげさまで、キックボクシングのリングに上がるっていう目標は達成されました。ね。試合の内容はめちゃくちゃでした。私、大負けしました。でもね、私の場合、リングに立つっていうのが目標だったんですよ。もちろん、<laughs> 失礼しました。勝つつもりで試合には臨みますけども、勝敗はそれはね、 時の運だとか、自分の練習不足だとか、相手との相対関係とかっていろいろありますから、さすがに絶対勝つっていう保証は、私のその時の先生でもできなかったと思いますよ。うん。当然、私のキャリアもね、ありますしね。だから、ネットビジネスで100万円稼がせますよっていう風な先生がもしいたとしても、半分はプレイヤーの責任として、 教える方は100万円稼ぐノウハウを教えたとしても、受け取る方が100万円こなせなかったら30万で終わっちゃったりするんですよ。だからそれをいちいちね、100万稼げるって言って参加したのに稼げませんでした。詐欺だっていうのは、もうこれもね、ビジネスとかね、人間関係作る資格はないと思いますよ。うん。で、あなたがやらなかったでしょうっていうところもあるし、確かに指導者としてはね、稼がしてやらなくて悪かったねって思いますし、私の昨年のキックボクシングのトレーナーも、 もっとできることあったんじゃないかなっていうふうに、本当に試合の直前まで私に、あのー、思ってたと思います。あと1日あったら、いや、あと1時間あったら、あとこのパンチとコンビネーション教えてあげれたら、なんかもうちょっと試合の内容をよくできたんじゃないかなっていうふうに思ってくれたと思うんですよ。そののぐらいいい教ええるる方は自分レレベベルルがが高いだけににに真剣なんんですよレベルが相対的に低い生徒さんをね鍛えるために やりすぎたら潰れるし、やらなすぎたら勝てないしっていうことでものすごい教えるのは難しいんですよ。だから少なくとも教わる方は信じてついていくぐらいのことはしていった方がいいのかなと思うところでじゃあポイントサイトでまあ本当は100万ぐらい稼げるんだけども、うん、まあ30万ぐらいちょっと試しにやってみてって言ったらやっぱり30万目指してほしい。そしたらね月間で2万か3万ですよ。ねえ。今日ね。 三井住友カードビジネスオーナーズ申し込みましたって書いてましたんでこの方を例にとるともう1万5千円はほぼ確定なんですよってことはあと1万やればいいわけでしょあと1件ですよ <laughs>、うん、そ,れそれが難しいですかって話なんですよねもちろんネットビジネスでってことなんで自分の商売をやってるものがあればそれをインターネットとか YouTube で紹介してでインターネット上で契約が取れてもそれは売り上げに込めてもいいと思いますよ 例えばね、車のセールスをやってる方、あのー、家のセールスをやってる方、インターネットで車や家が売れたら、もうすぐにクリアでしょね。500万とか3000万とかって売り上げ取れるわけじゃないですか。ちなみに、メールマガジンで高級車を売っているプレイヤーもいますよ。ね。メールマガジン登録するとね、高級車の情報が送られてくるわけですよ。で、そこで契約が決まるんですよ。フェラーリとかね、BMW とか。 ベンツとか売れるんですよ、ね、そんな世界私たちほとんど関わらないでしょ車って言えばディーラーか中古車屋に行くしかないって思ってるでしょでも高級車ほどインターネットで売れるんですよまあそういった仕組みがあるってこともありますねあとは変わったところで言うと日本全国のビュッフェ食べ放題を紹介しているそんな LINE アットグループもあるんですよ LINE グループもねその中にはね日本で唯一 10万円の食べ放題、飲み放題っていう LINE の情報もあるんですよ。たまに届くんですよ、そういうのが。まあ私はすでに抜けてしまったんですけども、2018年から2019年、日本全国47都道府県、私の視聴者さんに会いに行く旅っていうのをやったときに、これね、各地の食べ放題、飲み放題、行ってみたんですよ。その中に10万円の食べ放題、飲み放題はありました。私が当時入ってたその LINE で教えてもらったんですよ。 10万円の食べ放題、飲み放題ですよ。また今度お話しますね。はい、そして、コンテンツビジネスってのは、あのは、インターネット上で、インターネットで作ったバーチャルな商品のことです。例えば、皆さんにすごく身近なのは、あの若い女の子のね、水着でこう遊んでるシーンとかが動画で送られてくるみたいなやつですよね。いわゆるイメージビデオ。 こんなん昔から売れてるじゃないですか。ね。それが写真集なのか、インターネット上の PDF ファイルなのか、それとも動画ファイルなのかの違いだけで、これコンテンツビジネスの商品ですよ。それこそ、10代の女の子でも、これは売ってるんですよ。売れるんですよ。ね。10代の女の子で売れるわけですから、そのコンテンツビジネスってのは、当然人生経験豊かな 40代50代の男性には売るものがたくさんあって叱るべきですよ自分の失敗談どうすればよかったのかダイエットのやり方健康それから50代になるまでにこれはやっておけよっていう教訓とかね売れるものはいくらでも作れると思いますその商品を作るかどうかっていうのは儲けたい人稼ぎたい人が作ってますかどうですかっていうような商品力になるわけですよじゃあここまでをまとめましょうかインターネットで商品売ろうと思ったら 集客力をどうやって持つのかってことが一つライブ放送を毎日やってそこに来てくださる方を期待するのもいいでしょう YouTube 動画をたくさん撮って例えば一つのテーマね健康に絞って健康に対して有益なメッセージを送ってそこでアクセスを集めて最終的に健康の案内を有料で出すっていうのもあるでしょう、ね、集客力それから商品力商品力は先ほどお話ししたように10代の女の子でも 商品力がもうあるんですよあとはそれをプロデュースする人とうまく組んで商品化するかどうかってことなんですけどもさすがにね40代50代になって何らかの仕事をしてきた人何らかの会社に勤めてきた人は商品作る力ぐらいは身につけてるでしょう身につけてなかったらこれからやればいいんですよそんな難しくないですからどんな会社だってどんな飲食店だって商品は作ってますからね作ってるでしょ飲食店っていうのは キャベツを仕入れてきて、そのキャベツをどう調理するかっていうことで利益を出してるわけですよ。商品力です。はい。商品力ですね。で、あとは販売力です。訴求ですよね。これはいくらですよと。どんなもんですよどんな効果がありますよ売る力ですね。はい。この3つがあれば、ネットビジネスは成就するということでございます。リアルなビジネスと全く一緒。 違うのはリアルビジネスと違ってリスクがほぼゼロっていうことなんですよ。だったらネットビジネスの方がいいでしょうと。利益が100%に近いのがネットビジネスです。リアルビジネスは利益を取るまでに何年も10年以上かかるんですよ。だって初期費用がでかいんで数百万から数千万の初期費用をかけるんで最初に5000円とか3万円の商品が売れても全然赤字なんですよ。 ネットビジネスは売り上げが上がった瞬間、それが利益なんで利益なんですよ。このぐらい違うんですよね。で、私たちが10代、20代の頃はそういう世界がなかったんですけども、今幸いにして、最も社会経験を豊かに積んだ40代、50代で、原価がゼロの商売ができるわけですよ。うん、すごい得だと思いますよ。で、お客様に対してなんですけども、いかにリピーターになっていただくかってことなんですけども、リピーターっていうのは、 同じ人が何回も買ってくれるってことです。ね、そのためには、いかにシャブ付けにするかってことなんですけども、一つはね、看板娘なんですよ。もちろん発信者自身が看板娘になれるんですよ。魅力的な人間が自分の顔や名前をさらして商品を出していくってこと、セールスをしていくことが、そのまんま商品の魅力もあり、販売者の魅力もあれば売れるってことになるんですよ。 でももこういういのもありますリピーターの中には商品は何でもいいんだとあんたのところから買いたいんだってのがあります例えば私近所に中学の頃の先輩がねパン屋をおととし出したんですよもうパン屋じゃなくてもラーメン屋でも私はそこの常連になったと思います何でもいいんですよその先輩が好きだからその先輩が儲かるように儲かるように私は定期的に買いに行くんですよもう商品買ったかどうかなんて分かんないです適当ににつまんでパンをね袋に詰めててもらって で、お金払いたいたんでで、すよで。リピーターになって、まあ、商品自体も好きなんで食べますけどもね、そういうふうに今度、販売者の側としては、商品は当たり前にいいもんなんだけども、俺もいいやつだよっていうふうな演出をしていかないとだめなんですよ。そして本当にいい人にならないといけない。正直で等身大の発信をしてね、で、堂々としているんだけども、控えめであるっていうようなね、魅力的な発信者である必要があると思います。そうするとやっぱり、 売る人もいいし、商品も良ければあとは確率の問題でずっと売れていきますよだから結局ねビジネスをするってことは誰がお客さんになるか分からないどんな人でもお客さんになる可能性があると思ったらどんな人に対してもやっぱりふっかけないんですよねマウントも取らないしやっぱゴブゴブでやっていきたいなと思うしあれだったらへりくだって目の前の人にねあなたのおかげですっていうような姿勢が求められてるんですよねそういった面で私ももっともっとね謙虚にならないといけないなと思ってます はい、それからね、今回のメッセージには、4読の話も出てました。4読ね。やっぱり小麦粉の中にはグルテンってのが入ってますんで、なるべく小麦粉から離れていくこと、グルテンフリーを心がけたいですし、あの、めんつゆってのもお手軽なやつがありますけども、実はね、醤油とみりんで作れるんですよ。だから、調味料はめんつゆを買うのも一つの手なんですけども、私の場合は、ものすごくいい醤油とものすごくいいみりんを買ってます。で、いい醤油とかいいみりんっていうのは、 透明の容器に入ってないんですよ、ね、酸化して材質が変わっちゃうから透明の容器に入ってるってことは材質を変わらないようにするためにこれは植物性油が入ってるんですよでも本当にね純粋なみりんとか純粋な醤油ってのはすぐに中のこう要素が変わってしまう酸化してしまうんであの焼き物とかね紙パックに入ってるんですよ中が変わっちゃうんで,でしかも日陰でちょっとね え気温の低いところで保存してくださいってなってくるんで自然と冷蔵庫みたいなところとかあとはね何ですかねシンクの下のところに入れるようになるんですよ間違っても出窓のところにポンと置いたりしないんですよね醤油とみりんそうすると醤油とみりんのものすごくいい素材そのものでシンプルな材料で調合して作るんで健康だしめんつゆも自分の好みで味が調整できるんで美味しいんですよね基本的にはみりん1醤油1 水を4の割合で作るとちょうどいいのができますあとはね食べながら薄さが変わったらちょっとね調整しながらやればいいんじゃないですか、まあ、そうなってくるとねめんつゆなんてねバカバカしくて買ってらんないですよめんつゆの中にはみりんと醤油も入ってますけども余計なものがいっぱい入ってるんですよ、うん、だから私はあれのしゃぶ好きにはなりたくないなと思いますね確かにめんつゆでカツ丼とか作ると美いしいんですよ、うん まあだから私はもう今めんつゆは買わないのとみりんと醤油はものすごくいいやつをねいいやつってもそんなに高くないんでびっくりしたほど高くないんですよ、うん、だからそれで全ての料理の味付けはやってますねまあそもそも味付けをしなくても美味しく感じれるような味覚とそういった素材を買ってくれば済むんでねそういうふうになってるかなと思いますはいまあ あまり食にこだわるとね家族に嫌われるんですけどもでもそうやって手間をかけて健康なものをまさにね食事というよりも半分薬なんですよ10年後20年後お医者さんに行って薬を処方してもらうものを家庭で済ましてるってことなんですよでだから健康投資ってのはそういった足元から来るんじゃないかなと思いますねはい最後は FX の話ですけども FX ねやっぱりね FX っていうのはねうーん まあいろんなお金の稼ぎ方がありますけどもまあ FX も当然ですけどもね0ムゲームなんで人から言わせればゼロサムゲームだから稼げないよって言うんですけども私はねやっぱりゼロサムゲームだから稼げると思いますこれも格闘技のリングを想像してもらえばいいんですけどもゼロサムゲームだから必ずどっちかが勝つでしょその勝敗っていうのは相手との相対関係がまあほとんど決めてるんですよだから FX も 他の FX の参加者以上にスキルが高ければ勝つわけでしょしかも勝ち続けるんでしょだって負ける人って退場していなくなるじゃないですか。そしてまた FX の経験が未熟な人がやってきちゃうまた去っていくんですよ。だから FX で勝ち越すようになったらずーっと FX の世界にいていろんな人が置き銭にしてるのをね、こうやって集めるだけっていう風な単純な作業になりますから。これはあの、高校野球でも同じじゃないですかね。<laughs> 高校野球だってみんな甲子園目指すけども、 じゃあゼロサムゲームだから甲子園は狙えないんですかって言ったら誰かは絶対行くでしょ甲子園にそれは試合相手との相対関係ってのが主な原因じゃないですかだから皆さん練習するんでしょで練習した人のほとんどが甲子園に行けないって現実があるわけでしょだから甲子園目指すのは詐欺かって言われたらそんなことないじゃないですかしかも甲子園目指すのにお金むちゃくちゃかかりますよ高校球児自体が負担しないんで分かりにくいと思いますけども やっぱり、ね、中学高校と野球やってもらっている家庭の経済的負担とかでかいですよ、ね。日曜日とかになったらね遠征試合とか行くわけでしょ誰がその費用と送り迎えしてるんですかとかね誰が弁当持たしてるんですかとかねユニフォームは誰が買い替えてるんですかとかスパイクがいたんだら誰が買うんですかとかねバッティングセンターにお金誰,誰が払ってるんですかとかねいろいろ考えたら高校球児っていうのはむちゃくちゃお金を 払ってるんですよで思いい出が残るっていうね、うん、確かに FX と重ねちゃいけないところもありますけどもそう考えるとどんな世界もゼロ歳ムゲームであり目指してるる人のほとんどがででくじけるわけわすよだからって今回もくじけていいのかとせめて50過ぎて FX ぐらいは勝ち抜いていきましょうよっていうのがね私の思いですけどもねはいじゃあ今回は以上でございます